前に送る、チャンスになる池田、そして樋口もいます。ドリブルで、そして樋口完全にフリーだー。同点に追いつきました福島。樋口が同点ゴールを挙げました。後半の立ち上がり47分という場面だったでしょうか。この場面です。完全にこれ樋口がフリー、よく冷静にパスをつなぎました。そして樋口がゴールの右、2対2同点となりました。これで再び同点に追いつきました福島ユナイテッド。樋口は今シーズン3ゴール目です。